真実。覚えたての愛しさは手紙の中書ききれず、あなたへ向けて押し寄せる、まだ言えない戸惑い、全てな命令。今日こそは。やった、来てる。ジュディ・アボットさん。お送りいただいた短編小説を拝読いたしました。なかなかまとまりのある面白い作品でした。掲載するにはまさにもう一歩というところです。次回作に期待します。良い作品が書けたらどんどん送ってください。勝者も読者もあなたのような力のある若い作家の登場を待っています。月刊ヤングタイム編集部、まさにもう一歩、もう一歩。すごいじゃない、ジュディ。いよいよ作家先生ね。やっほー。足長おじさま、お元気ですか？この間書き上げた小説を雑誌社に送ったら、こんな返事が来ました。もしかしたら私は作家になれるかもしれません。孤児院出身のこの私がですよ。私、目的を見つけたことで生きる自信のようなものが湧いてきたのです。書きたいことは山ほどあります。今度はもっといい作品を書きたいと思っています。あ、今日の授業までが休暇前の試験範囲ですから、よく復習しておくように。いいですね。わー、あー、そんなに急いでどうしたの、ジュディ。何かいいことでもあるの？別に。でもなんかこう、じっとしてられないような感じなの。あら、ジュディはいつだってじっとなんかしてないんじゃなくて？あ、そうね。でもちょっと特別なのよ。じゃ、お先に。おお。特別って何かしら。そう、隠すなんて気になるわね。行きましょ。ああ、ちょっと。ああ。よし、次の作品はこの話で行ってみよう。ないわ。手紙を書いてるんだわ。手紙？でもおじさまへの手紙であんなに楽しそうにしたことないわよ。つまりもっと若いおじさまへの手紙よ。誰に？ああ二人！マイク、マイクテスト。まあ、どうしたの二人とも。あの301号室のジュディ・アボット、電話が入っています。電話？もしかして電話ですって。行きましょう。うん、待ってよ。そうよ、きっと編集部の人よ。次の作品はまだかなんてね。ジュディ、いいですか？ここは緊急の時以外の呼び出しは絶対。ミス・スローン。あ、いつもありがとうございます。あ、どういたしまして。どうも。もしもし、私、ジュディ・アボットです。あ、ジミー？ジミー？ええ、時間はあるけ
ど。そういうことでしたの。通りで楽しそうだったわけね。ええ。でもお兄様何も言ってこなかったわよ。いつの間に連絡を取り合ってたのかしら。サリンがしっかりしてないからこんなことになるのよ。え、でもサリーとジュリアは？私ならここにおります。あ、もう。もしもし、ジュリアです。しばらくですわね。ねえジュディ、お兄様からの電話を待ってウキウキしてたの？え、違うわよ。違うんだけど。まあ、町までいらしてるの？そう、いつものパーラーね。ではすぐ支度してまいりますわ。もしもし、ジュディは？もしもし、切れてら。ジュディ宛ての手紙にすればよかったかな。まあ、なんとかなるか。ジミーの家の別荘に？まあ、それは素敵な夏休みになるわ。あ、いや、でもジュリアはクリスマスの時みたいに社交界が忙しいんじゃないのかい？なあサリー、そう言ってただろう。私が？いつ？うん、そうね、忙しいでしょジュリア。まあ、気を使っていただいて恐縮ですわ。でも安心なさって、真夏は皆さん別荘へ秘書にいらして、社交界は暇なんですの。あ、そう。それに高校生活最後の夏の休暇でしょ。この夏は私の好きなところへ行かせてくれるってお父様と約束してますの。わあ、よかったじゃないジュリア。そうだね。それでジュディは？もちろん、まだおじさまは何も言ってこないし、こちらから手紙を書いて報告すれば大丈夫だわ。よかったねえ。それでその別荘ってどこにありますの？海の近くかしら、それとも山の中？ああ、アディロンダック山にあってね、大きな森の中の湖のほとりに立ってるんだ。そばにはクラブハウスがあってね。まあ素敵。そのクラブハウスで毎晩ダンスパーティーがあるのよ。毎晩？へえ。湖はとても静かでね、色は海みたいに深いブルーなんだ。そこでね、ジュディにカヌーの漕ぎ方を教えたいんだ。ま、カヌーを？ああ。そうだ、この近くでボートに乗れるんだ。カヌーとは違うけど、ちょっと行ってみようか。まあ、素敵ですわ。さあ、早く行きましょう。賛成。楽しそう。じゃないかジュディ。そうかしら。ああ、とても初めてには見えないよ。本当？ありがとう。ジュディは運動神経がいいから。私も初めてですのよ。あ、そう。いつもはボーイフレンドが漕いでましたから。あ、じゃあ変わろう。いいえ、ジュディなんか負けられませんもの。ね、ジュリア、そんな漕ぎ方をしたら。平気ですわ。自分に水がかかるって言おうとしたんだけどね。すごい、ジュリアも上手じゃない。よし、じゃあカヌーの貝の使い方を教えるよ。貸してみて。こうやってね。はは、面白い。一本で漕ぐのね。よし、競争よ。頑張ってジュディ。あ、ジミー、追いつかれちゃうわ。あれ、ジュリア。ジュリアってば。見てあれ。カヌーって面白いのね。どうなってるのよ、ジミー。いや、そうじゃないんだって。もう、もう本当にジミーはカヌーが焦げますの？いや、本当はもっとバランスがいいんだよ。でもボートじゃね。とにかく別荘に行ったらちゃんと教えるよ。
足長おじさま、ビッグニュースです。夏休みにジミーが、つまりサリーのお兄さまがマクブライド家の別荘に招待してくださったのです。ジミーはカヌーの漕ぎ方やライフルの打ち方を教えてくれるそうです。私、カヌーもライフルも、そして家族とお友達が揃っての秘書旅行なんて初めてで、どれほど嬉しいかとても言い表せません。短い手紙でごめんなさい。もう嬉しくてペンが踊り出してしまうのです。とりあえずこの嬉しさを真っ先におじさまにお知らせします。信じられないほど幸せなジュディ・アボットより。いいわね、みんなで別荘へ行くなんて。ジミーがカヌーの漕ぎ方を教えてくださるのよ。へえ。あ、先に行って、マーネ室忘れちゃった。うん。ウォルター・グリグス、おじさまからだ。ジュディ・アボット様、小説が雑誌社に認められそうだとのこと。スミス氏は大層お喜びで、今度はぜひ作品をお送りいただきたいとのことです。もちろん真っ先にお送りしますわ。それも雑誌に掲載されたやつをね。それから夏休みのあなたの計画について、スミス氏はこの夏も去年と同様に六色農園へ行かれるようにとのことです。静かな農園でゆっくり読書に励み、さらなる傑作をと期待しておられます。ウォルター・グリグス。六色へって、そんな、どうして、どうしてなの、おじさま。足長おじさま、グリグスさんからの手紙を読みました。なぜですか。私には理由がわかりません。なぜマクブライド家の別荘へ行ってはいけないのです。どうなさったの。ほら、本を買いましたのよ。別荘ではカヌーに乗ったりダンスをしたり、とっても楽しいことがいっぱいなんです。それにサリーのご両親も一緒なんです。家庭というものを知らない私にとって、サリーの家族と共に過ごす時間がどれほど楽しく、いえ、どれほど勉強になることか、お分かりになってらっしゃらないのでしょうか。お願いです、アディロンダックに行かせてください。許してくださるわよね、足長おじさま。失礼します。ジュディお嬢様からまたお手紙が参っております。ぜひにもアデロンダックへ行かせてほしいと。いかがいたしましょう。うわぁ、終わった。休暇よ、夏休みだわ。あ、間違えた。サリー、早く早く。ほら、ジュディもグズグズしないで。ジュリーやったら、お兄様が迎えに来るのは明日の朝よ。だって荷物の点検をしませんと。さあさあ。今日、おじ様から返事が来なければ、もしそうだったら
出てく人は早くしてください。片付かなくて困ります。もうスローンです。電報ですよジュディ。え、もう明日にしてほしいわ。 ありがとうスローンさん。いいえ、電報って まさか。ロックビロ農園へ行かれたし、ウォルター・グリグス。なぜ？なぜなの？行けなくなったって？せっかく誘ってくださったのにごめんなさい。昨夜おじさまから電報があったんですって。そんな楽しみにしてたのに。本当に残念ね。でもクリスマスの時には行けたんですもの。今度は我慢するのね。じゃあどこへ行くんだい？去年と同じようにロックウィルへ行かなくちゃならないの。急なことでみんなに迷惑かけちゃったけど、本当にごめんなさい。ねえ、どうしても行けないのかい？そうだ、電報が間に合わなかったって言えばいいんだよ。行ってしまえばこっちのものさ。ねえ。ほら、早くしませんと着くのが夜になってしまいますわ。ねえジュディ、どうしてもダメなの？後見人の命令には逆らえないもの。手紙書くわね。楽しんできて。大丈夫よジュディ、私がジミーからちゃんとカヌーのこぎ方を教わってジュディにも教えてあげますわ。そうね、じゃあいい休暇をねジュディ。さあ出発よジミー。あー冷たい。
おじさまに援助されてるんですもの。従わないわけにはいかないわね。言う通りにしなければここにだっていられなくなるんですもの。独り立ちしたい。誰の手も借りずに、誰にも遠慮しないで生きていくために。サリーとジュリアはきっと楽しんでるだろうな。私は一人ぼっちの夏休み、落ち込んでいた私の前に懐かしい人が現れたの。サディ、孤児院にいたあのサディなの？次回、思い出がいっぱい、お楽しみに。認め